じゃあファイナルステージ、美味しいプレミアムモルツをご用意いただきまして、350缶でしたら、400から420ミリぐらいのタンブラーを、きれいに洗ったタンブラーをご用意していただきます。で先ほど言い忘れちゃったんですけど、ビールはカミラキンキンに冷やしてやると非常にうまくいきます。で、ビールの蓋を開けていただきまして、普通ですと、斜めにして、ビールを注ぐんですが、グラスは立てたままで、最初に勢いよく、ビールを注いで泡を立ててやります。で半分ぐらいまで、泡を作ってやりましたら、この粗い泡が落ち着くまで、少し待っていただきます。で、この泡がだんだん落ち着いてきましたら、今度は、グラスを、ゆっくり傾けてやって、この泡の下をくぐらすように、ビールをそっと下から注いでいきます。で、だんだん傾きの方を直していきまして、徐々にグラスを立てて、はい、これで美味しいプレミアムモルツの注ぎ方の、出来上がりです。おー、ありがとうございます。で、あとは美味しく飲むばかりでございます。では、失礼をさせていただきます。